神々の戦いが繰り広げられている世界、調和と混沌、それぞれを司る二人の神は異世界に生きる者たちを己の戦力として召喚した。召喚された者は帰るすべと記憶を失って主となる神へ仕えなければならなくなる。調和の神のもとで目覚めた私もまた。戦うより他に道のない世界だとすれば、残された可能性は勝利の先にある。私はそう信じ、神々の戦いの中へ身を投じようとしていた。おいおい、ライトニングだったっけか。なんだ。そうカリカリすんなよ。誰だって来たくて来てるんじゃねえんだ。来たくて来ているわけじゃない。見ず知らずの人間にうるさいことを言われなければならないのか。ああ、あいつの言うことだってよ。別に間違ってるわけじゃないだろう。ジェクトと言ったな。それなら私の言っていることが間違いだというのか。八つ当たりはよそうぜ。なあ、カインが。ああ、なんか言ってやるよ。最初からこんな調子じゃ。なあ。ライトニング、ある意味お前の言い分は正しい。俺たちはまだ互いの力を知らん。そこに協力も信頼も生まれるわけがない。ならば奴と行動を共にし、その実力を見極めてはどうだ。何。おいおい、それはまた面白そうな話だけどよ。何かあれば俺たちが間に入ればいい。仮にそこで勝敗がつくなら、上に立つ者もおのずと決まる。俺たちって俺も混ぜられてんのか。勝手に話を進めるな。お前に取り仕切られる覚えはない。試される自信はないということだ。お前がそこまで反発するほど腕の立つ人間なのかどうか俺もわからんのでな。力を見せてほしい。気をつけろ、敵が来る。